世界中の姿勢釘付けにしたい。叶えたいこと溢れてるのにくすぐってちゃって遅れちゃう。いつも現実はシビアだけど全て自分番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お嬢さんも知らないか。その辺にいるでしょ。コノカにはコノカの用事があるんじゃないの。もう休みなんだから寝かせてよ。お嬢様もゆっくり寝たいと言っていたのに。誰かと買い物に行ったとか。誰か、例えば彼氏とか。だから例えばだって。お嬢様の幸せが私の願い。しかしお嬢様をお守りするのが桜崎家の務め。デザート食べ放題の件が今日までだったの。すっかり忘れてた。出かけるよ。この子この辺で買い物してるかもね。昨日なんか熱心にマホラウォーカー読んでたし。もしかしてそのために私。何言っちゃってんの。食べ放題の件は3人以上じゃないと使えないから、この子を見つけてパーッと言ってバンバン食べていたいだけだって。本当だからね。ありがとうございます。おい
な。はい。ありがとう。なってしまったんやろか。何がですか。うちな、一緒にお茶したり買い物したり、みんながしてるようにもっと普通に付き合いたいんよ。それは立場上無理なんやろか。このかさん、この辺なんだけど、雑誌で紹介されていたカフェよ。カフェ。そのカフェが何。ももかが来たがってたんだよね。お嬢様が。ちょっとネギ、ちょっとセツナ、何すんのよ。ん、あれおかしいな。どうしたネギくん。今この辺りでアスナさんの声がしたような。やっぱりネギくん、アスナが。いえ、そんなこと。だって今日は。そやな、今日のことは二人だけの秘密やもんな。そうですよ。じゃあ行きましょうか。うん。秘密って何なのよ。止めたのよ。デートの邪魔をするわけにはいきません。相手はネギだよ。10歳の子供だよ。お嬢様が好きなら私はそれでいいんです。でも先生だよ。それにネギがこの子を守れるかどうか。行きましょう。
なんてどう？あ、いいかもしれませんね。あ、これよくない？可愛くない？あ、面白いですね。お、ネギくん可愛いよ。本当ですか？うん、うちもかぶろ。奥も行ってみましょうか。うん。うちの制服？なあネギくん、ちょっとこっち来て。こっちこっち、ここ履いて。はい。あ、なんですか？ええから、ええから。制服持ってないわけ？すまん。うちの言うこと聞いてよ。どう思う？ペアルックですか？ラブラブな感じでずっと憧れてんねん。どうですか？せっかくやし他のお店も。そうですね。ペアルック、どんなセンス？何時代のカップルって感じ。お嬢様の趣味は悪くないと思う。微妙に曲がったよね。行くぞ。ちょっと、お嬢様のセンスを悪く言えないと思う。なんか可愛いのいっぱいあったな。そうですね。なんかぬいぐるみが欲しかった。Thank you.
ネギくん、早くこっちやで。あ、待ってください、コノカさん。あれ可愛いな。そうですね。やるじゃん、ネギ。お腹空かない？そういえばお腹空いた。朝から何も食べてない。じゃあ食べに行こう。私はいけないことを考えてしまった。普通の女の子としてお嬢様に出会えたらと。お茶したり買い物したり、みんながしているようにもっと普通に付き合えたらって、そんな風に考えて、桜崎家の人間がそんな風に思っちゃいけないのに、私はバカ。家柄とか何時代劇みたいなこと言ってんのよ。ほのかはね、ほのかはあんたを大切な友達だと思ってんだよ。家柄とか関係なくさ。直接聞いてみなって。ここで何しとるん？それはネギこそここで何してんのよ。バレちゃいましたね。せやな。なあ、覚えとる？何をですか？今日でせっちゃんと出会って10周年なんやで。10年間いつもうちを守ってくれてたから、なんかプレゼントしよう思ってネギ君に付き合ってもらったんよ。何それ、デートじゃなかったの？ほのかさんに頼まれまして。けどな、いつも一緒におったのに、せっちゃんが何を欲しがってるかようわからんかった。もっともっと一緒におらんとあかんな。言ったんやけど、せっちゃんと普通にお茶したり買い物したり笑い合ったり、うちはそんな風にしたいんや。お嬢様、しまう袋。うち裁縫下手やから、ちゃんとしたプレゼント探そう思ってたんやけど、これだけで十分です。
ちゃうの。ありがとう。久しぶりに名前呼んでくれた。もう一度呼んで。そろそろ帰りましょうか。なあ、せっちゃん。なんで帰ってしまうの？もう時間が遅いので。遅くないよ。もう遅いです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。